東方経済フォーラムのタイミングで行われるロシアと北朝鮮の首脳会談について見ていきますまず北朝鮮金正恩総書記ですが10日に専用列車で平壌を出発しました出発の様子が公開されたんですが軍の主要幹部が同行していることが分かりました軍のナンバーワンとナンバーツーそして軍事工場の担当衛星や原子力潜水艦の技術担当の中心人物などが確認されました この列車ですが24時間以上かけてゆっくりと進み今日十12日の午前ロシアのハサンという駅に到着しましたそこからです、ね、東方経済フォーラムが行われているウラジオストクに向かうと思われていたんですが列車は北上しアムール州方面に向かったとみられています,、はいそ,うですね、でそこにはです、ね、ロシアのボストーチヌイ宇宙基地がありましてそこで首脳会談が行われる可能性があるということなんです。 小原さんこの首脳会談このタイミングでこの2人が会う理由というのはどこにあるんでしょうか、はい、まず北朝鮮が金正恩委員長を送ったあるいは向かわせたということはすでに何らかの合意はできているんだと思います、うんえー、北朝鮮のような権威主義的な国家の、えー、最高政治指導者が行って何も成果ありませんでしたでは、うん、済まない話ですから行、うん、ったら必ず何かあるんだと思います。うん まあその意味ではあの昨年からロシアと北朝鮮はさまざまな協力をしていますしえ鉄道輸送を再開したところで北朝鮮から弾薬などの供給が始まったというふうに見られていますからえまあその見返りとしてえまあロシアは まあこれは根拠がないんですけれど、うん、軍事偵察衛星の技術などをまあ北朝鮮に渡していた可能性もあると思います、その他にもショイグ国防省が北朝鮮に行って、その協力の具合を見せると、うん、北朝鮮は自分たちの軍事技術開発、あるいは武器開発の背後にはちゃんとロシアがいるんだと、うん、技術的裏打ちがあるんだということをもう今まで示してきた上での会談ということになるわけですから。うんうんうん さらに象徴的な合意というものを北朝鮮は期待していると思いますし、うん、その意味で宇宙基地であるということは、うんえー、どのようにその合意をアピールするかという問題ですから、うん、見せ方の問題なので、うん、宇宙に関する技術協力というものをロシアからも行われるということが示されるのではないかと思います、うんうん、東野さんはどう見ていますか。 やはりですねパンデミック明けて以降、初めての金総書記が選んだ外遊の場所が今回のこのロシアだったわけで、ロシアからしてもですね北朝鮮が非常にロシアを大事にしているというアピールにもなりますし、まム・ジョとしてもですね先ほど、小原さんもおっしゃられたように、なんらかの目玉はもうすでにあって、ですねそれを裏付ける、後付けるためにしっかりと会うということだと思いますので、 国際的に大きく見せたいというですねアピールの目的というのが合致をしているんだろうと思います。うん、で先ほど原さんの方から、すでにショイグが北朝鮮に行っているという話があり、ま、うん、ショイグ国防大臣が行っているという話がありましたけれども、うん、今回もですねロシアの国内でショイグ国防大臣がその、まあ、一緒にこの首脳会談に参加するというような情報もあります。とと、うんうん、というこははやはりですねあの北朝鮮と ロシアとの間で軍事的な協力関係が一層深まるということを内外にも承知をつけたいですし実際にそっちの話がメインになるというふうに考えるのが自然かと思います、うんまあ、先ほどからも出てますけどもこれあのウクライナの戦争が始まってからお互いかなり蜜月ぶりが明らかになってきているということでまあそもそもがそのこのロシア側がですねこの国連の安保理で北朝鮮の核ミサイル開発への制裁決議案にロシアが 拒否権を発動するとというようよなこともやったそれから、えー、先ほども出ましたけどもロシアが北朝鮮から砲弾などを調達しているというのはアメリカの,もうあの分析も去年の段階で出ましたそして北朝鮮側は今度はロシアがウクライナ4州併合これを支持を表明しましたこれロシア寄りと見られてた国もかなり危険に回ったんですけども北朝鮮は明確に支持したと、まあ、お互いこうあの外交上助け合ってるようなところがある中で このショイグ国防省がこの休戦記念日、これはあのパレードでいろんなその兵器をあのショイグ氏に、ジョンウン氏があの披露するところ、これが非常に映像として注目を集めました。そのショイグ国防大臣がこの最近ではですね先日、北朝鮮との合同軍事演習を議論していると、そういう発言もあったということで。 まあこの関係相当これ東野さん、相当やっぱり戦争が起きてからですねロシア側ももう北朝鮮に接近するしかないというのはそういう状況になっている当初はここまで北朝鮮との関係を深めなければならないとも思っていなかったと思うんですね。うんうん、というのはもっとこうあっさりあの圧勝してしまって、まあ、あのウクライナをその支配下に入れるということをロシアとしては考えていたと思うので、まあ、ここまで北朝鮮のさまざまな手を 借りなくても済むような状況に持っていきたかったんでしょうけれども、なかなかそうはいかないということなので、あの一つ一つの,その北朝鮮の支持とか、蜜月のアピールなどが、あのロシアにとっては今、当初の想定以上に非常に重要になってきているのではないかと考えるます。うんうん そそしてその思うプーチン大統領と金正恩総書記の会談、はい、4年半ぶりということなんですけれども、うん、両国の狙いこちらにちょっとまとめてみました、うん、まずロシアはですねやはりウクライナでの戦闘で足りないとされる武器、弾薬を北朝鮮から供給受けたいとそして国際社会から孤立を深める中外交的に他国から支持されていることをアピールする狙いがあると見られていますで一方、北朝鮮側ですがロシアが持つ核や衛星の打ち上げ技術を吸収したい。 そして原子力潜水艦の技術や食料エネルギーの供給国連安保理の制裁決議への拒否権行使など、まあ、こちらも外交的な支持を要求するのではないかと見られていますでこうした両国の武器のやり取りを含めた関係強化に対してアメリカ国務省のミラー報道官は昨日プーチン大統領が北朝鮮に軍事支援を懇願している明確な国連安保理決議違反で 武器取引を進めれば制裁を課すと牽制しました。東野さん、これ、あの、まあ、牽制もありましたけれども、この狙い、改めてどんなふうに考えていらっしゃいますか。 あのそうですねあの両者の狙いこちらのパネルに非常によくまとめていただいているんですけれどもまず北朝鮮としてはやはりわざわざ会いに行くそして関係をアピールする以上ですねやはりあのロシア側からあのた様々な軍事技術の提供を求めていくんだろうと思いますロシアがこう安々と出すのかというとなかなか相場いかず小出しにしていくんだろうと思いますけれどもむしろ小出しにしていくことによって北朝鮮との,、ね、あの関係を、まあ 細く長くできればその細くをだんだん太くということを狙っているんだろうと思いますので<ー>やはり我々としてここで非常に警戒していかなければならないのが<ー>戦争が長引けば長引くほどですね北朝鮮に対するさまざまなそのロシアが持っている機密事項ですとか<ー>軍事的な技術が流出していく恐れが非常に高くなっていくということだと思います<ー>どうしてもロシアとウクライナ両面のあの部分を見てしまいがちなんですけれども東アジアにこれがどのように脅威をもたらすというかというとやはりこ 北朝鮮が非常に大きく関わってくるということだと、うん、あのここはあの我々としても念頭に置いていく必要はあると思いますね。うん、小原さんいかがですか。はい、あの先ほどあの随行員の話もありましたけれど、うん、北朝鮮側から潜水艦の技術者ですとか。はい あるいはあの宇宙関連の技術者等も入っているということを鑑みればそういった技術の共有がもう今回もすでに行われるんだろうと、うん、まあその具体的な話も一緒にされるんだろうということだと思います。うんうん、でさらにあの、まあ、スホイというあの ロシアの航空機製造メーカー戦闘機などを作っていますが、はい、まあそこにも金正恩委員長が視察に訪れる可能性があるということはこれも今お話があったとおり、うんえー、まだまだこんなものもありますよということはロシアは見せようとしているんじゃないかと、うん、まあ今回全部渡すのではなくて今回はこんだけ、えー、その代わり北朝鮮これでやって,やってくださいねと、うん、で北朝鮮がこれも欲しいと言ったらじゃあもっと支援してくださいということなんだと思いますけれど両者の思惑は今合致していますが、うん、もう1つ両者の思惑が合致しているのは中国 中国への牽制ではないかと思うんですね。中国の牽制。うんはい、あのロシアが本当に軍事支援してほしい国は、うん、中国だと思います、ねえ。北朝鮮はやはり国際社会の中でのステータスも低いですし、うんえー、まあその工業力も十分ではないということに鑑みれば、うん、ま中国からの軍事支援あるいは外交的な支援というのはロシアとしては非常に欲しいんだと思います。うん 一方であの、今まで北朝鮮はロシアが支援してくれなかったので中国に依存せざるを得なかったという状況があって、まあ、北朝鮮はそれ不満だったわけですけれど、うん、中国は自分だけが北朝鮮をコントロールできるという状況を良しとしていたわけですね。うん、ところが今、ロシアとの関係が深まって、うん、北朝鮮は中国の支援なしでも北朝鮮はちゃんとやっていけるんだよということを見せてより中国に譲歩させようとしているのではないか。 ですからそういった意味でもロシアと北朝鮮の思惑が日本としてこのロシアの,この協力によってその北朝鮮軍事力というのがどのぐらい高まっていくのかちょっともう時間も限られてきているんですれどもどの程度今回の件がこう脅威と考えた方がいいのかそこはいかがですか。はい